エロースは、ギリシア神話に登場する恋心と性愛を司る、神である。ギリシア語で性的な愛や情熱を意味する動詞、ローアルファミューアルファイオタが、普通名詞型に変化、神格化された概念である。日本語では長母音を省略して、エロスとも呼ぶ。ローマ神話では、エロースには、ラテン語で塾の愛に近い意味を持つアモル、または、クピードを対応させる。クピードは、 後に幼児化して、英語読みで、キューピッドと呼ばれる、小天使のようなものに変化したが、元は、髭の生えた男性の姿で、イメージされていた。古代ギリシアのエロースも同様で、古代には、力強い有力の男性あるいは若々しい、青年であり、やがて、少年の姿で、イメージされるようになった。エロースの象徴は弓矢及び松明である。平氏オドスの、新陶器では、 カオスやガイア、タルタロスと同じく世界の始まりから存在した原初神である。崇高で偉大でどの神よりも卓越した力を持つ神であった。またこの姿がエロースの本来のありようである。後に軍神アレースと愛の女神アプロディーテの子であるとされるようになった。またエロースはアプロディーテの傍らに使える忠実な従者とされる。古代においては 若い男性の姿で描かれていたが、西欧文化では、金星以降、背中に翼のある愛らしい少年の姿で描かれることが多く、手には弓と矢を持つ。黄金でできた矢にいられた者は、激しい愛情に取り憑かれ、鉛でできた矢にいられた者は恋を剣をするようになる。エロースはこの矢で人や神々を打って遊んでいた。ある時、アポロンにそれをあけられ、復讐として、 アポローンを金の矢でたまたまアポローンの前にいたダプネーを鉛の矢で撃った。アポローンはダプネーへの連母のため彼女を追い回すようになったがダプネーはこれを嫌って逃れた。しかしいよいよアポローンに追い詰められて逃げ場がなくなった時彼女は父に頼んでその身を月経樹に変えた。このエピソードが示す具合は強い理性に凝り固まったものは恋愛というものを 下げすみがちだが、自らの激しい連暴の前にはその理性も瓦解するということである。フランソワ・エデュアルピコの1817年の絵が、アモルとプシュケ。ヘルニズム時代になると、甘美な物語が語られるようになる。それが、愛と心の物語である。地上の人間界で、王の末娘、プシュケが、絶世の美女として、噂になっていた。母アプロディーテは、 美の女神としての誇りからこれを嫉妬し、憎み、この娘が子孫を残さぬようなまリの矢で撃つように、エロースに命じた。だがエロースは、プシュー系の寝顔の美しさに惑って撃ち損ない、ついには誤って、金の矢で、自身の足を傷つけてしまう。その時完全にいたプシュー系に恋をしてしまうが、エロースは恥じて、身を隠し、だが、恋心は抑えられず、魔人に化けて、 プシュケ系の両親の前に現れ、彼女を生贄として捧げるよう命じた。晴れでプシュケ系と同居したエロースだが神であることを知られては近気に触れるため暗闇でしかプシュケ系に会おうとしなかった。姉たちにそそのかされたプシュケ系が明かりをエロースに当てるとエロースは逃げ去ってしまった。 エロースの端正な顔と美しい姿を見てプシューケーも恋に陥り人間でありながら姑、アプロディーテーの出す難題を解くため明快に行ったりなどしてついにエロースと再会する。この話はアプレウスが黄金のロバの中に記した挿入端で愛と心の関係を象徴的に神話にしたものである。プシューケーとはギリシア語で心、魂の意味である。 不集計との間には、ウォルプタースという名の女神が生まれた。ありがとうございます。